中田の補強、面白い補強、獲得は大きい。その一方で不確定要素が多い。マナカシはドラゴンズは去年打線が苦しんだので面白い補強だと思います。決定打というかここで打てるのが中田翔だと思うんですよ。打線の核になれるからこれは結構良い補強かなと思うんですよね、と話せば、野村氏も中田翔の獲得は大きいと思いますよ、4番でどっかりいけるでしょう、と期待した。中田翔期待されすぎで草、ぶっちゃけただの補強だし面白くないよな。不確定要素の軍曹も晴れや。そんなに安定して活躍期待できるなら去年ももっとできてただろ。敵中田一人じゃ大して変わらんやろ。出たとこ勝負なんだよな。壊れてクビになった上林が主力レベルの期待されてるのが一番面白い。言うほど中田翔はここぞで打てたか。二遊間はよそが手放さないから補強難しいよね。ビシエドから中田へ変更って補弱じゃないん。打撃は変わらんけど守備走塁で大幅マイナスやん。ビシエド復活に期待した方が良いと思うけど、そもそも中田って今年で35歳だろ。どういうの期待しているのかわからん。そもそも試合にほとんど出れんよ中田から。だボロボロや。ご視聴ありがとうございました。